41年前に大崎町で男性が自宅の牛小屋で死亡しているのが見つかった大崎事件。昨日、弁護団が裁判官、検察官立ち会いのもと当時の状況を再現したというニュースをお伝えしました。4回目の再審請求で提出された新たな証拠の鑑定人でもある救急救命医もその場に立ち会って、医学的な視点での説明もありました。どのような方法をとっても首にさらなる損傷が加わる。昨日、弁護団の会見に出席した埼玉医科大学高度救命救急センター長の沢野誠医師です。そもそもが沢野鑑定という非常に強力な大崎史上最強の新証拠。義理の弟を殺害したなどの罪で10年間服役した原口彩子さんが一貫して無実を訴える大崎事件。3回目の再審請求では、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部が裁判のやり直しを認めたものの、最高裁がその決定を取り消しています。弁護団は4回目の再審請求をするための新たな証拠として、救急救命医の知見に基づいた医学鑑定書を提出しました。頸椎、要するに首の骨ですね、首の骨の前面のところにある出血。沢野医師は出血の後から死亡した男性について、自転車ごと側溝に転落して首を痛めた上、救出されるときにトラックに放り込まれ、さらなるダメージが加わったと分析、首の頸髄を損傷していたと鑑定しました。弁護団は首へのダメージを受けたこの時間帯が死亡した時期と考えています。こんな首が動いちゃったらそれは無理だよねっていうところがおそらく伝わったというふうに思います。現地での再現は昨日およそ1時間にわたって行われ、裁判官と検察官が立ち会いました。裁判官が現地を訪れたのは24年ぶりのことです。再現のシナリオは映画それでも僕はやってないなど冤罪事件を題材にした作品を手掛けた周防正行監督が供述調書などをもとに作りました。再現されたのは、死亡した男性が側溝に自転車ごと転落したところから救出され家に運ばれるまでの工程。3人のスタントマンが死亡した男性と救出に当たった男性2人の動きを表現しました。2人が取れる行動が実際にはその四郎さんをはっきり言えば放り込むような形になるわけなんですね。再現することで暗闇の中での救出活動は懐中電灯を持って動くなどするため、動きが限定的になってくることが分かったと主張しています。書面上で明らかになっていることが現実空間であってどうなるのかっていう、そこを見るということがやっぱり大事だと思ってたので、今回の再現費用には6月までの3ヶ月間行われていたクラウドファンディングで集められた資金が使われているということです。